あさってから春の全国交通安全運動が始まるのを前に、プロ野球、ソフトバンクなどで活躍した内川誠一さんが、蕨警察署の一日警察署長に就任し、交通事故防止を呼びかけました。蕨市のショッピングモールで開かれた出発式では、はじめに蕨警察署の山並俊彦署長が、交通事故を発生させないよう、さまざまな活動を実施していくと挨拶しました。皆様こんにちは。続いて、一日警察署長の内川さんが、5万人の前で野球するより緊張すると笑いを誘いました。そして4月は新生活が始まり、気持ちが高ぶると思うが、運転するときなどは周りに気をつけて交通ルールをしっかり守ってほしいと呼びかけました。春の全国交通安全運動はあさってから今月15日までで、県では自転車のヘルメット着用促進と横断歩道の歩行者優先の徹底を重点項目に掲げています。いや、もう本当に身が引き締まると言いますか、もう今も緊張でも肩周りがパンパンです。すごくありがたいなと思うと同時に、自分自身も一人のドライバーとして、より交通安全に、意識を向けて運転しないといけないなというのは今日感じさせていただきました。